のびのびコロコロ軽量粘土。クリアファイルを使って粘土を細長く伸ばしたり、丸い粒をたくさん作ったりしましょう。クリアファイルのびのびの技は、金太郎飴の作り方から思いつきました。オレンジ色の粘土でスパゲティを作ってみましょう。小さい棒状に伸ばした粘土を2、3本、間を空けておきます。その上からクリアファイルを乗せて、軽く押さえながら前後に動かすと、粘土が細長く伸びていきます。まだ太いですね。半分に切ってさらに伸ばします。透明で平らなクリアファイルを使うと、伸び具合がよく見え、同じくらいの太さで細く長く伸ばすことができます。たくさん作って器に入れ、グリーンピースを飾れば、スパゲティの出来上がりです。クリアファイルコロコロの技は、丸薬、丸い薬の作り方から思いつきました。赤い粘土を使ってラズベリーのつぶつぶを作ってみましょう。粘土を軽く伸ばしたら、同じ長さにハサミで切っていきます。切ったものを間を空けて並べ、その上にクリアファイルを乗せます。手のひらで軽く押さえ、転がすと、一気に小さい粒々の出来上がりです。粒がくっついてしまったものや、大きすぎるものは指先で丸め直します。乾かないうちに中心になる粘土にくっつけていけば、ラズベリーの出来上がり。生クリームやミントの葉と一緒にカップケーキに飾り付けてみました。クリアファイルを使ったのびのびの技、コロコロの技、いかがでしたか？クリアファイルは粘土を挟んで薄く伸ばすのにも使えます。できた作品を載せておくこともできます。粘土細工の道具の一つとして用意しておくといいでしょう。いろいろな技を使って自分の作りたいものを作ってみましょう。